お疲れ様です。話題になってますポケモンカードの再販、なんだっけ、ロストアビス、アルカナ、あとパラダイムトリガーだっけ、この3種類が再販するというニュース入ってますけども、うちの方にも店の方にも、再販の案内来ました。でも僕は断りました。ブックアイランド入間店ではその3種類、再販は入荷しません。はい、これはですね、まあお分かりの方も多いと思うんですけども、レギオチマジカのカードじゃないですか。で、今その品薄になっているから、株式会社ポケモンさんは、再販してくれたんですけれども、それってその、まあ、買い占めとかそういう転売とかそういう関係で値段が上がっているね。でも実際のところユーザーポケモンカードをプレイしている人たちは本当にそのパック欲しいのかって言ったらそうでもないよね。まあ欲しいのかもしれないけども、みんなが喜んでパックを剥くぞみたいな感じはしないので、うちで無理に入れることもないかなと思って入れませんでした。もしね、本当にそのパックが欲しければ多分ポケモンセンターとか、まあいわゆる大手さんのところでちゃんとパックあるだろうしね。はい、だからうちはその再販で価格は下がるだろうね。うん。で、その価格を下げるために、まあ、いろんなカードショップで置かれるっていうことは予想つきますけども、うちであえて置く必要はないんじゃないかなと思ってます。はい。今後もね、株式会社ポケモンさん、これ本気ですよね。いわゆる転売価格、その未開封ボックスの価格が、絶版のものがどんどん値段が上がってるっていうことを良しとしない。もうそのために、あえて作ってる、うん、ニーズうんぬんじゃなくてそういう風にしてるところが株式会社ポケモンさんのすごいところだなと思いますし、それによって、ポケモンカードは転売屋の方たちが本当に減ってきて、で、なんていうの、いわゆるちゃんとしたプレイヤー、カードゲームを楽しんでる子供たちとかご家族でね、対戦してる人たちとか、そういうのが普通に遊べるようなそういう感じになってきてるんだなと、思います。はい、うちの店では、再販の3種類、パラダイムトリガー、ロストアビス、アルカナ、入荷しません、という話でした。どう？ご意見お待ちしてます。では。